軍刀。軍刀とは、軍用に供された刀剣類の総称。戦闘や敷地の装備品、清掃、礼装や儀仗時の服飾用として使用される、葉の付けられていない模擬刀身仕込みの儀礼用の刀剣、探検類も軍に含められるが、銃剣やナイフ類は範囲には含まない。本校では主に日本の軍刀について詳述する。 明治維新を経て間もない大日本帝国は、布告強兵の元近代的な軍隊を創設するために、欧州列強国の指導を受け、ラッパから加砲に至るまで装備の西洋化を推し進めた。まず、フランスに反を取った帝国陸軍は1875年、明治8年の大上官布告にて軍刀、刀を正式し、将校、士官が、廃用、縦脇する刀は、 外装、刀身ともに、純サーベルとした。なお、同府国では、野戦や、上金時に使用する軍刀とは別に、清掃時に用いる、政権も正式されており、後に廃止され刀に一本化、様式はサーベルではなく、エペとされていた。しかし、西南戦争における、抜刀隊に対する評価や、日本人古来の刀に対する認識などから、外装は、 正式のサーベル様式を踏襲しながらも、刀身を日本刀に開廃用することが次第に一般的となっていた。さらに1935年、昭和10年前後には、陸海軍ともに従来のサーベル様式外装に代わり、当時の時世と戦訓を反映した日本古来の立ちを模した外装が制定された。時代や状況にもよるが、基本的に軍刀を廃用できた軍人は、 陸海軍の兵下兵種、各部、顔とはないすべての将校、士官、海軍では、特務士官を含むと、巡士官、陸軍の見習い士官、海軍の将位候補生、探検、陸軍の士官候補生、陸軍士官学校、本科生徒のうち兵下兵種が、騎兵、市長兵であるもの、海軍の海軍兵学校生徒、探検。さらに、陸軍の歌手官兵においては、 上馬本文社たる騎兵、憲兵、市長兵といった特定の兵下、兵種に属する対等本文社と徒歩本文社である不評などでも、連帯、代替本部府、映画へ居住者たる総長を中心とする一部の上級歌士官も該当する。歌士官兵、対等本文社の軍刀は基本的に緩急品であり、管理も兵器扱いであるが、 将校巡視艦の軍刀は常日の1875年の大上艦布告以降、陸海軍解体に至るまで基本的に陸海軍複製上の正式であり、そのため純粋な兵器ではなくあくまで軍服などと同じ軍装品扱いであった。そのため他の軍装品一式と同様に環球品ではなく私物であったため、階級に見合う軍刀を自弁調達する必要があった。 外装など軍刀としての形は大まかには、正式されていたものの、軍服と同じく各個人の思考や趣味により実に、様々なこしらえや、刀身の軍刀が存在した。また、前述の通り環球品が支給されていた、貸し官兵の間でも、上級貸し官や、外地、前線にいる者は、死没としてあつらえ軍刀を汎用することもあった。二十世紀以降は、 兵器の近代化と進化した戦闘ドクトリン、機銃と共に軍刀を主装備とする陸軍の花形陛下であった騎兵の衰退により、概ね、第一次世界大戦から戦艦機を境に、各国では野戦における刀の使用のみならず、上近時の廃用までも廃止する傾向にあった。第二次世界大戦の時点で軍刀を軍人の使用装備とし、また将校巡視官が軍装品として、 常時廃用していたのは日本陸海軍といくつか国のみであった。第二次大戦後の現代では日本の自衛隊を含む各国軍とも完全に儀礼用の服飾品という扱いとなっている。陸海軍の大元水たる天皇は大元水廃刀、大元水刀、天皇廃刀を廃用した。大元水廃刀の外装は陸海軍の軍刀権類に準じ。 陸軍式護服着用時は、陸軍の刀を、海軍式護服を着用時は、海軍の刀を配用する。原水たる陸海軍大将は、原水配刀、原水刀を配用した。原水配刀は、後日の陸海軍の軍刀剣類とは、外装や刀身、及び刀としての位置づけは全く異なる。陸海軍の軍人軍属を問わず、 蒸気の正式軍刀外装とは異なり旧来の日本刀をこしらえ、内刀、な立を軍刀として使用できるように改造したものである。最低限軍刀の形を成すため、鞘に、革、服を巻きつり感を付したものが大半で、唾や兜金の一部を軍刀部品に変更したものもある。その歴史は古く、日露戦争当時の写真にも廃用が見られる。日中戦争勃発以降、 折からの軍刀供給不足によりこうした改造品の廃用は認められていた陸軍は昭和13年正式時に正式刀外装に類似する刀の使用を認めている元は常実の軍刀、長剣であり軍刀、長剣と異なり刀身は細身の模擬刀身で柄も片手握りの純正様式のサーベルである将校巡士官のみが廃用する 基本的に陸海軍の将校、士官は最低限この式塔、儀礼長剣と軍党、軍刀、長剣の二振りを所有し、おおむね清掃時、礼掃時、演習時、平時の上勤には前者を、戦地、戦時にはおおむね後者を廃用し使い分けていた。太平洋戦争勃発後は軍刀を常時廃用することが多くなり、次第に式塔、儀礼長剣は、廃れていったが、 少なくない数が引き続き終戦まで使用されている。本身を仕込む軍刀には、多くの場合、刀身の不意な先走りや脱落を防ぐストッパーの役割を果たす独特の機構が備わっている。柄の円にボタンを有し、唾を通り章の口金部分とをつなぐ、金属バネ仕組みの中詰め止め、中層と円及び切り葉部分につけた革バンドを唾に通し章のスナップボタン。 またはバックルに合体させる、ボタン止め、革バンド止め、森剣の端部分が稼働しよう部を鞘屋の突部に引き付ける森剣止め、また古来日本刀ごしらえからの伝統である単純な、はばき止めが存在する。他に少数ではあるが、言い出し機場外といった複雑で特殊な作りのものも、あった。当庁、手元意と、剣庁とは、軍刀の塚頭に付けられる紐状のもので、 階級の小児や一種の装飾、抜刀時に手を通し不意の脱落を防ぐなどの意味がある。軍刀本体と一組のセットになるもの。将校巡視官の軍刀には、古刀から現代刀まで、旧来の日本刀の刀身、内刀、太ちをそのまま、軍刀外装に収めたものと、試行錯誤の末に、軍刀向けに公案製造された、工業刀、特殊軍刀身の二種類ある。なお、 どちらの刀身も相当数が軍刀として使用された。前者の場合、高価な本担伝統や家電の刀を持っているということから精神的に心強かったと言われるが、反面、本格の刀だから、家宝だからなどの理由だけで実用性を考慮していない場合ももあり、実戦では失格レベルの脆い刀やドント、生倉、研ぎヘリなどで痛みの進んだ刀を戦地に持ち出して、 停滞目にあったという話も多い。また、価値ある古い刀が戦地で大量に失われる原因ともなった。これらを考慮し、一部では新たに軍刀向けの刀を作る刀匠に対し、鍛えた刀が実戦に耐えられるかどうか、落下装置を用いた耐久テトが課せられていた。なお、下詞官兵用の官球軍刀は、外装刀身ともに陸軍造兵賞などで生産された。 工業党である。校舎には極めて多くの種類が存在する。古くは、明治期、主力小銃である、村田中の開発者である、村田常吉陸軍少将,将が、裁断した、日本党と造林原校を元として考案した、村田刀があり、これは資産試験のみならず日清戦争、日露戦争の実践において実用党としての、性能の高さが証明された。 続いて昭和期に登場した工業刀の一群がある。これらは昭和刀と一括りにされるが、実際には製造法により様々な種類がある。単純に鋼を刀の形にして丸のまま油焼き入れを施した大型ナイフとで言うべきものから、作刀の工程の一部に機械を導入したもの、旧来の日本刀と同じく塗り土を用いて焼き入れをして波紋のあるもの、 複数種の鋼を組み合わせて作られたものなど千差万別である。使用された鋼の種類も多岐にわたるが、昭和期には安木港へと修練していった。開発者、製造者も、上は国家予算を用いた数の技術者、軍人のみならず、帝国大学など民間の技術者も多く含む都市を要し最高の設備を持つ、軍造兵将、工場や、 高度な技術力を持つ公立や民間の施設、大学の研究所などから市政の小規模工場、火事場まで多数にわたる都市として有名な本網家も工場を持っていた。また戦地で臨時に代用品として自動車のリーフスプリングを刀に仕立てた例もある。スプリング等の故障はここから来ている。性能もまた相当の差があり、切れ味、耐久性ともに劣る。 粗悪品、特に初期から金属工学の知見を活かし、折れず曲がらずよく切れると旧来の日本刀を凌駕する高性能品まである。多くは主に切れ味の持続性よりも修理や交換が効きにくい軍刀の性格から長期使用に耐える粘りがあって折れないことに重点を置いた設計になっていた。このため代償として最初の数撃は素晴らしい切れ味を示すが、とがずに使っているうちに 切れ味が非常に悪くなった。しかし、前述の通り補給に余裕のない戦地では、その折れない安定さや、惜しげなく使える点が高く評価されていた。上記の点や、歴史的経緯、特に第二次世界大戦敗戦後の連合国軍、最高司令官総司令部による型流りに対し、日本刀の定義の極端な固定化、玉鋼を原料とし折り返し鍛錬によって、 作刀された美術品が刺ったため、戦後は軍刀に対し偏見や誤った悪評、主に特殊軍刀見、昭和刀や緩急軍刀に対し、さらさら刀西法市上主義や美術刀市上主義による盲目的な粗悪扱い。例、満鉄刀は鉄道線路の機乗、レールを玉鋼の代用にした粗悪刀説などが事実のように懸念されていたが、 現在は国内外の軍刀研究家の働きやインターネットの普及により正しい研究や採評がされている。反面、昨今の急激な軍刀人気に対し、貴重な環球軍刀外装を中心にその成功複製品を実物と称しての偽装販売や厚生の手を加えた合わせ品の横行など問題も発生している。明治以降に作られた日本刀は 現代刀と呼称されるが、最近では現代刀は、戦後の作刀を指す言葉となり、明治戦中までの作刀を、近代刀と呼ぶこともある。以下は主に将校巡視官刀として組織的に、作刀された現代刀。軍人以外では、陸海軍軍属、消防理員、鉄道省、総督府といった、将官庁などに勤める文官や、有借者などにも常勤。 清掃時の配当権の定めが存在していたともされる。特に軍属などの刀の外装は、陸海軍の軍刀に準ずるないし類似するものが多い。自衛隊では、儀礼刀、陸上、海上、航空三自衛隊共通として採用されている。外装はサーベル様式で、刀身は模擬刀身である。購入先は競争入札で決定される。 主に刀剣業者や撮影用の小道具を取り扱う業者などが納入しており、同等品を民間にも販売する業者も存在する。旧日本軍と同様に、幹部自衛官の儀礼刀の扱いは、兵器ではなく、服装、服装の一部となっている。儀礼刀は防衛中在官などが、外国において、礼装をする場合、儀礼刀大使機関が特別議場服装をして、議場を行う場合、 練習艦隊が、遠洋公海に際して、議場を行う場合などのほか、幕僚長が、国際儀礼上特に必要があると認め、儀礼等を着用することを命じた場合に配用される。また自衛官が、結婚式を行う際にも着用できるが、儀礼服と共に貸し衣装業者からのレンタルとなる。自衛官だけでなく、防衛大学校学生も、関越式などで着用することがある。 その正式は自衛隊法施行規則、昭和29年総理フレーダー40号の別表の定めるところによる。軍刀を使う戦技として、陸軍と山学校は、明治期に片手軍刀術を、大正期に両手軍刀術を制定した。武道家が考案した流派としては、台湾出兵、西南戦争に従軍した熊本実ノルが編み出したブリキリュウや、 第一次世界大戦の沈騰の戦いに従軍した大島時期との片手軍刀流がある。昭和期には陸軍と山学校で短期促成的な軍刀双法が制定された。この軍刀双法は太平洋戦争後、富山流という名称の居合道となり民間に普及した。海軍は陸戦主体でないため陸軍に比較すれば熱意は低かったが昭和期に 軍属の高山正吉が考案した、鉱山流抜刀術が指導されていた。軍刀は、重宝刀剣類登録が受けられない、所持ができないといった誤解が多いが、決してすべての軍刀が登録を受けられないわけではない。むしろ古式反端連刀などは多く登録を受けており、造兵刀、満鉄刀も登録済み刀身が相当数原損している。原則、 登録が受けられないのは32年式刀、九95式軍刀など明らかな工業刀である。これらは美術的な価値を審査する重宝刀剣類登録ではなく、公安委員会の重宝刀剣類所持許可申請で判断され、遺品で刃を落としてあれば、通常は許可が降りる。また、刀剣の重刀法の規制範囲外となるように加工することでも許可が降りる。終戦後、 相当数の軍刀は環球刀を中心に廃棄処分、または連合軍将兵の戦利品、スーベニアとして海外に流出したが、元来私物である将校巡視艦刀は教室品を除き元の廃用者が所有し続けていること多いい。古美術品として価値があることを、新刀、サラサラ刀などは、もちろんのこと、一般的に美術刀見解で価値がないと言われている。 昭和党も文化庁内市各都道府県、教育委員会で登録を受けたものは、元廃用者本人や遺族以外にコレクターなどが所有している。工業党など登録を受けられなかったものは、博物館や戦争関連の公共施設に譲渡され管理を受けている例もある。また例外として一台限りの所有許可を受けて、本人や遺族が所有している場合もある。近年所有者の高齢化。 当剣類所持の規定が厳格に運用されている。現状を鑑み、所有者の死去に伴い処分もしくは最寄りの市町村、教育委員会、博物館への寄贈が行われている。自衛隊の広報資料館、北鎮記念館などでは、地元住民による戦争資料の提供を受けており、軍刀や軍服を保管、展示している。多くの軍隊では、フランス風のサーベルを、 基礼塔として規定しており、ウィルキンソンソードから事業を引き継いだゾーリンゲンのやプーリーソード社などの専門業者も存在している。基本的に一度採用すると変えることはないため、100人以上も同じ軍刀を使用することがある。例として、アメリカ海兵隊のアメリカ海兵隊貸し艦刀は1859年に採用されて以降、 若干の改良を施したものを採用し続けたため、アメリカ全軍で最も古く採用期間が長い装備品となった。アメリカ陸軍でも1902年採用の M1902 陸軍士幹島が現在まで使用されている。一部の国ではサーベルではなく自国の伝統的な刀剣を採用することもあり、ロシア軍では ロシア帝国時代に導入されたシャシカに唾をつけた1881年式流騎兵サーベルを受け継いでいる。中東の軍ではシャムシール風の軍刀が多く採用されている。イギリス軍では刀剣の他に槍や弓なども規定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。